チーズフォンデュフォンデュまたは、フォンジュとは、スイスサボアなどフランスの一部、イタリア北部のピエモンテとバルレダオスタなど、フランス語圏を、主とするアルプス地方とその周辺地域を発祥とする、チーズフォンデュなどの鍋料理や、それらに類似する料理の総称。フォンデュの語源は、フランス語で、溶ける溶かすの意の動詞、フォンドラの過去分詞、フォンデュに由来する。フォンデュの種類には、チーズフォンデュのほか オイルフォンデュなどがある。フォンデュはヨーロッパでは主にフランス語圏で供されているため、北米などヨーロッパ以外ではカナダ・ケベック州でフォンデュを供するレストランが比較的多い。最も代表的なフォンデュで単にフォンデュといえば多くの場合この料理を指す。カクロンと呼ばれるフォンデュ鍋の内側にニンニクをこすりつけ、細かく切ったチーズを白ワインに溶かし、一口大に切ったパン。 時には温野菜をフォークか串に刺して溶かしたチーズを絡め取って食べる。もともとは硬くなったパンを柔らかく戻して美味しく食べるために考え出された。材料のチーズはエメンタールチーズとグリュエールチーズが最も一般的であるが、どのチーズをどのくらい混ぜるかいった使う種類の数や配合比は店や家庭ごとに違っており、部外費であるとともにそれぞれ伝統の味を守っている。 種類は白ワインのほか、キルシュを加えることが多い。チーズに野菜等の具を加えないチーズフォンデュが多い。エメンタールチーズグルイエールチーズに白ワインとキルシュを加えて野菜等の具を加えない最も一般的なチーズフォンデュをフォンデュヌシャテロワーズと言う。しかし、トマトまたはキノコ類をチーズ等に加えて調理することもある。鍋に油を満たして熱し、 串に刺した菜の芽に切った肉などの食材を揚げて食べるフォンデュ。ブルギニョンの語が付きながらもブルゴーニュ地方の郷土料理ではなくスイス料理の一つである。数種のソースを用意し食べる際に各自が好みのソースを揚げた食材につける。本場のスイスでは揚げる食材は肉のみの場合が多い。伊豆大島では名産品の椿油を用いた椿フォンデュが 名物料理としてあり、オイルフォンデュを応用している。また、数種類の野菜を、ニンニク、アンチョビなどを混合した油に浸して食べる北、イタリアのバーニアカウダもオイルフォンデュに、類似の料理である。串に刺した薄切りの肉や、魚介類などの食材を、煮立たせたコンソメやブイヨンのスープにくぐらせて食べる、スイス料理の一つ。オイルフォンデュと、同様、数種のソースを用意し、各自が、 好みのソースをつけて食べる。オイルフォンデューと同様に、日本ではレストランペンションなどが肉の他野菜や魚介類をスープにくぐらせる形で供する場合が多いが、スイスの本場ではスープにくぐらせる食材は肉のみの場合が多く、時に魚介類もスープにくぐらせる食材とするが、これらとは別にフライドポテトが付け合わせにつくのが通例である。中国の火鍋に類似するため、 フランス語では、シノワーズの語がつく。ミートフォンデュの語は、オイルフォンデュを刺す場合が多いが、スープフォンデュを刺すこともあり、オイルフォンデュとスープフォンデュの両方を刺す総称としても、使われる。土鍋などの食器に、牛乳や生クリームを加えて加熱して溶かしたチョコレートを入れ、串しかフォークに刺したマシュマロや、果物、パンなどの食材にチョコレートを絡めて食べる、チーズフォンデュのような形態のデザート。 チョコレートフォンデュを機械を用いて、噴水のように流して演出する、チョコレートファウンテンもあり、バレンタインデー直前のデパートや、結婚式の際に、ホテルでそのコーナーが設けられ、客に供される。近年では屋台でも見かけることができる。日本や中国など、アジア諸国でも鍋料理の食事は、娯楽性が強いが、フォンデュは、チーズフォンデュでも、その他のフォンデュでも、さらに娯楽性が強い。 チーズフォンデューではパンを、オイルフォンデュー、スープフォンデューでは肉を、チョコレートフォンデューではマッシュマロを、鍋の中に落とすと、その人に罰ゲームを課す習慣が欧米にはある。ありがとうございます。